高知会。高知会は、自由民主党の派閥。現存する最古産派閥である。現在の通称は岸田派。高知会は、池田隼人が、佐藤栄作と田元を分かって旗揚げしたのが始まりで、通称の変遷としては、池田派前尾派太平派鈴木派宮沢派、加藤派小川派岸田派。木曜研究会が、前身の政策科学的機構としては、 高知政策研究会と定義される。吉田茂の直系の弟子である、池田隼人によって創立されて、以来、大平正義、鈴木善幸、宮沢貴一と四人の総理、総裁が、やから、野党時代にも、河野洋平、谷垣定一と二人の総裁が出ており、自他共に、名門派閥とみなされてきた。元来、池田を取り巻く、官僚出身の議員やスタッフを中心に、 形成されたという遠隔もあり、今日に至るまで政策に通じた議員が多く在籍する。しかし政策に明るいが清掃に暗いと評され、区下集団と揶揄されることもしばしば見られる。当初から離合集散を繰り返してきた自民党各派閥に比べて、各会長の会地結束して派閥を継続してきたとされ、自民党早々期の名称を今日まで維持している唯一の派閥でもある。 しかし口実のように派閥内構想とも無縁ではなく、特に1993年の野党転落を機に、派の主導権争いが激化してからは、分派や合流を繰り返している。政策面では、歴史的に明確な一貫性があるわけではないが、自民党内では、中道派に属し、特に安全保障では、日米関係を重視しながらも、やや派と派的傾向が見られる。 小泉政権以降、自民党の主流が、保守化する中、後日の高知会再結集においては、意識的にリベラル派の再結集をアピールした。高知会の名は、五感の学者、バトールの高校の、宇てなに不死、もって高知に臨むという一文、出典は、広成省から、陽明学者、安岡正厚が命名したものである。池田勇人の血のあざ、 池田の出身地である広島の広、広市にかけているとも言われる。創設以来、赤坂の日本自転車会館、赤坂貿易会館日本短波放送会館を経て、現在のビル名1号館に事務所が置かれていたが、再開発により、ビル取り壊しが決定したため、長田町の全国町村会館に移った。底なしで知られた創設者の池田以降、前を、宮沢、 岸田ら伝統的に主合の揃った派閥として知られ、会合や演説では、部外者が唖然とする光景が繰り広げられている。1957年に池田隼人を中心に結成された。池田は、旧自由党の吉田茂派、吉田学校を、同門の佐藤栄作、集団会と分ける形で派閥を形成し、池田の下には、前尾茂三郎、大平正義、黒金康美、 鈴木善光、宮沢貴一、小坂善太郎など官僚系中心とした人材が結集した。また、派のブレーンにはやはり大倉官僚出身の下村、修、田村敏夫などが集まり、政策を立案していった。池田の大人、死去後は、前尾重三郎が派閥を継承したが、佐藤四千を許したマヨにア来たりない、田中六助、田沢義郎。 塩崎淳太若手議員は、大平正義を担いで、前を会長から下ろした太平クーデター。太平派においては、伊藤正義、斉藤国吉、佐々木義武が、太平派三馬ガラスと呼ばれた。大平は総理総裁に就任すると、椎名裁定以来の総監分離の慣例を破って、総裁派閥である斉藤国吉を幹事長に起こし、太平。 サ藤ラインで1 9 7九年衆院選を行い、自派閥衆議院議員を五十名に増やした。1九8 0年衆院選の最中に、大平が急成、鈴木善光が高知会代表、後会長、首相となる。もともと鈴木は、首相はもちろん会長職も担える人材とはみなされていなかったが、太平の光景をめぐり宮沢喜一と田中六助の間に、 十六戦争と呼ばれる構想が繰り広げられていたため、決着がつくまでの当面のつなぎという性格が強かった。宮沢は早くから将来を嘱望される存在であったものの、人望と政治的手腕にかけ、一方の田中六は鈴木善光の擁立や新自由クラブとの連立工作などで存在感を増していく。背景には宮沢嫌いで知られる。 田中角栄と宮沢と同じく大倉省出身の福田武雄による核服戦争がある。鈴木大臣後は中曽根康弘総裁の下で主流派を占めていたが、中曽根が田中派に傾倒していくに従って溝が広がり反主流派などと揶揄される。二階堂擁律構想では鈴木ら派幹部が主導的役割を演じた。宮沢と田中六の 後継争いは田中が1985年に持病の悪化により死亡したために、結果的にすんなりと宮沢が派を継承した。宮沢は、竹下昇、る、安倍晋太郎とポスト中曽根を争うが、1987年の中曽根裁定により、竹下に敗れた。宮沢は1991年に竹下派の後押しもあって、 年間の総裁に就くが、その竹下派の分裂が引き金になり、自民党は野党に転落することになった。野党転落後は宮沢が会長に留任したまま、高知会の河野洋平が総裁となり、1994年に自社連立を実現させ、与党に復帰する。しかし河野総裁の任期中から、宮沢の後継争いも絡んで、加藤光一と河野の対立が深刻化し、 KK 戦争、加藤が1995年の総裁選で、橋本龍太郎を支持したこともあり、河野は総裁続投断念に追い込まれる。4ヶ月後には、村山富一の総理辞任によって橋本が総理に就任。河野は総理大臣に就任しない、最初の自民党総裁となった。宮沢後継をめぐる対立はその後も、くすぶり続けたが、宮沢から加藤へ。 派閥の継承が決定的になると1998年12月に、河野は派閥を離脱、ハ派内の繁華党議員を結集して翌年1月に、大友会、現、シリング公会を結成た。長らく結束を保ってきた、高知会にとって最初の分裂だったが、翌年には、さらなる激震に見舞われることになる。2000年11月に、 野党から提出された森内閣不信任案に加藤は同調。しかし、派閥全体を動かすことができずに尻すぼみに終わった加藤の乱。結果、加藤を支持するグループと反加藤グループ、堀内派に分裂し、両派が互いに高知会と名乗る異常な事態となった加藤グループは2年後に加藤が秘書のスキャンダルで議員辞職にい込まれて小里貞俊氏が継承。 その後、大里が政界引退し、2005年9月26日の派閥総会で、谷垣定一が会長に就任。高知会分裂時、2000年11月から2008年5月の各派閥についての詳細は、以下の項目も参照。5年半の長期政権となった小泉政権においては、谷垣派は谷垣自身が、ほぼ一貫して、 重要閣僚になっていたため事実上の主流派として政権を支える一方、堀内派は政権に対する距離が定まらず、2003年の総裁選などでも花井対立が激化した。2005年のいわゆる優勢法案とその後の優勢解散をめぐっては、堀内会長が反対票を投じて離党に追い込まれ、小賀も危険票を投じたため制約書を書かされた上で、 ようやく公認を得るなど苦渋を舐めさせられている。小泉の脱派閥方針で一貫して、派閥の弱体化が進んだ時期だったが、相対的に小泉の出身派閥である清和会の存在感が増していくと、それに対する対抗の意味もあり、高知会の再結集が語られるようになっていった。2006年に入ると、高野グループも含めた、 旧宮沢派の流れを組む参賀の再結集を目指す大公地会構想が具体的に表面化した。谷垣と河野グループ、当時所属の麻生太郎がポスト小泉に名乗りを植えているため、2006年9月の自民党総裁選が終了した10月頃の合同で参賀幹部の認識は一致しており、大公地会への流れは加速していると見られてきた。 ところが、総裁候補有志内には、小賀派内部では、若手議員を中心に、安倍対望論が根強く、庭優や、小川誠も事実上の安倍支持を表明。さらにには、小賀派のベテランである、柳沢白雄が、安倍人の選対本部長に就任。後に、厚生労働大臣。安倍が勝利した、総裁選後の人事では、には、小賀派からは庭が、総務会長に就任したのに加え、 4人を閣僚に送り込み、このグループ2006年12月以降、麻生派でも麻生外相が留任するなど主流派となったのと、対照的に谷垣派は完全に養殖から外れた。さらに総裁選後は、庭、小川派の小川系の議員による庭外しの動きが見られた。翌2007年、安倍大臣後の総裁選においては、総裁選の過程で早くから谷垣、 小賀が派として、福田康夫支持を打ち出し、対立候補の麻生を一点劣勢に追い込んだため、麻生方囲網などと言われた。福田政権においては、小賀、谷垣自ら三役入りする一方で、麻生は入閣を拒否し、反主流派に回った。かつての名優である麻生、小賀の関係が冷え込んだのも、この時期である。 このように三派の関係や各派内部においても溝が生じたため、総裁選を過ぎた後は、大公地会としての合流は、困難な情勢となった。他方、上述の総裁選をきっかけに、谷垣、小賀両派の関係は緊密化し、2007年末になって、麻生派抜きの中高地会として小賀派と谷垣派が2008年5月にも、再合流することで両派閥が合意。 これに伴い、高知会の名称で2つの派閥が並立する状態は7年ぶりに収束することになった。その後、西郷流は通常国会前が望ましいとの観点から2008年5月13日に前倒しされ、小賀が派閥会長に、谷垣が代表世話人に、堀内光雄が名誉会長に、相沢一郎が事務総長に、それぞれ就任した。 中高知会の成立により、高知会2008年10月15日現在61人は、政和政策研究会2008年6月20日現在、玉沢徳一郎含めて89名、平成研究会2008年2月13日現在69人に次ぐ第三派閥となり、派と派勢力として党内に影響を与えると見られた。自民党が、 野党に転落した第45回衆議院議員総選挙では、高知会も所属衆議院議員を25人と半減させたが、第1派閥の政和会、第2派閥の平成権が、それぞれ1、3に、議席数を減らしたため、衆議院では第1派閥となった。麻生総裁退任を受けた2009年9月の自民党総裁選では、谷垣定一が勝利。 自派も含めて幅広く支持を集めての圧勝だったが、小野寺逸則が自ら立候補を模索した上河野太郎支持に回った。他、菅義偉でも派閥を退会して河野を積極的に支持するなど、総裁選は派閥単位の動きよりは世代対立の様相を呈した。高知会が総裁派閥となるのは、 皮肉にも前回の野党転落時の河野陽平以来14年部だが、就任後もしばらくは離党者が相次ぐなど、厳しい党運営が続いた。しかし翌年の第22回参議院議員、通常選挙で与党を過半数割れに追い込むと、各市地方選や2011年の統一地方選挙などでも勝利を重ね、総裁としての谷垣は一定の評価を得るようになっていった。 総裁再生を目指し、2012年自由民主党、総裁選挙への立候補に意欲を示す谷垣は、出身派閥の領収である小川へ支援を要請した。しかし、小川、若い人へ、バトンタッチするべきと述べて、谷垣への支援を拒否した。派内の旧谷垣派議員らが反発する中、小川、参議院議員の林吉正楊立に乗り出した。 出身派閥の支援を得られなくなった谷垣は、脱派閥を打ち出し、党内最大勢力となった、無派閥議員の支持を得ようとするも、推薦人の確保すら、ままならなくなり、幹事長の石原信明が突如として、立候補することを受け、執行部内の候補一本化を理由に、最後は立候補の断念に追い込まれた。直送選挙における、自民党の政権奪還が、確実視される中、 側近徴用人事の影響もあり谷垣は総理の座を目前で逃すことになか、こうした展開は皮肉にも、やはり高知会出身の総裁であった河野洋平のケースと酷似したものだった。こうした状況に、派内では対立が激化。事態の収拾のため、小川会長職の辞任を表明した。公認には谷垣側近の相沢一郎を当て、 派内の融和を図ろうとするも、谷垣系の反発は収まらず、相沢や川崎次郎などの約10人の旧谷垣派出身議員が大会届を提出した。相沢らは、総裁退任後に高知会への復帰を見送った谷垣や谷垣の再選を支持した議員らと共に、有林会を旗揚げし、高知会は再び分裂した。結局、新会長には、 小賀に近い岸田文雄、元沖縄、北方対策担当省が就任し、ナンバー2の座長には、林義政が、名誉会長には小賀がつくこととなった。これを受け、以後マスメディア等では岸田派と呼ばれるようになる。総裁選での支援候補の敗北や、派閥の分裂で、求心力が大幅に低下した小賀は、第46回衆議院議院総選挙に立候補せず、政界を引退した。 総選挙後に誕生した第二次、安倍内閣では岸田が、外省に就任したのをはじめとして林、農林水産省、小野寺伊津則、防衛省、根本匠、復興省の4人が入閣した。2014年9月3日に発足した第二次、安倍改造内閣では林、小野寺、根本が閣外へ去り、岸田が留任、塩崎康久、厚生労働省、 事務総長の持月義雄、環境省が新たに入閣。公認の事務総長に宮越光弘が就任した。その後辞任した閣僚の公認として、上川陽子、宮沢陽一、林がそれぞれ法省、経産省、農林水産省として入閣し、合計6人となった。その後は塩崎が退会したほか、2015年10月に、 発足した第三次安倍第一次改造内閣では、岸田が留任したのみで、一名の入閣にとどまった。2016年は、加藤の乱前後の派閥の長だった、堀内光を、加藤光一、小里里里氏が相次いで他界した。2017年8月3日に発足した第三次安倍第三次改造内閣では、上川が、法相、小野寺が、防衛省再任。 林が、文部科学大臣、松山誠司が、内閣府特命担当大臣の4名入閣し、派閥埼た。岸田は、党の政務調査会長に就任した。計32名、計16名、参議院議員の田中直樹、32回、週3回、新潟県は、高知会を経て、中高知会結成、2008年5月13日にも、参加していたが、無所属で、 民主党会派の衆議院議員、田中蒔子の夫という立場もあるため、2008年9月26日、地元の事情を理由に自由民主党に離党届を提出した。離党届が幹事長、細田博之預かりとなった後、10月15日に党本部から正式に離党を受理承認され、田中直樹は無所属となり、2009年8月に妻の田中蒔子と共に、 民主党に入党した。これは、夫人からの選挙応援に差し障りがないようにするためと見られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。